3年前 GTR がデビューを飾った時、開発責任者の水野和俊は、 GTR の本当の姿は3年後にお見せすると言った。約束の3年後、新型 GTR 登場。1年ごとに進化してきた GTR はフルモデルチェンジに匹敵するほどの大きな飛躍を果たした。そして今、 GTR チームが目指したものが明らかになる。3年後に私が目指したもの、それはやっぱり車を我々が創造し続け、進化し続け、やっぱり作るっていうのは想像しながら作り込んでいくという作りですね。車の作りによって車を進化させるよ。もう一つ、本当におもてなしによって車の新しい価値と文化作るよっていう、この2つを核にしたワールドオブ GTR、 GTR が作り出す車を持つ喜び、楽しみと価値の創造、新しい車文化の創造をしたかったんです。今回3年目のマイナーチェンジ、これでその世界をぜひ実現したいって、そんな思いを込めてこの車を今市場に出そうとしています。ワールドオブ GTR、 それはユーザーとより進化した車、それを作り送り出すメーカーとの新しい関係。 GTR という一台の車を核とした新しいカルチャー、そこに約束の3年後で目指した GTR の真の姿がある。GTR とは進化し続ける車である。そしてユーザーの方々にもその進化を一緒に楽しんでいただきたいと考えている。3年という歳月の中、設計、工場、メカニック、カーライフアドバイザー、 GTR チームの全ての人間が切磋琢磨し、自らを鍛えてきた。 GTR の進化はまさに人の進化であると言っても過言ではない。車の進化って一言で言いますが、実は物が変わる、その根底にあるものって実は鍛え上げられた人そのものじゃないでしょうか。だから僕はこの3年間、発表発売前と全く同じようにアウェイであるニュルブルグリンクっていう国知のサーキット場に行って、ドイツのアウトバーンという公の舞台に行って、チーム員そのものを、人を鍛える、チームがチームとして人として鍛えられた結果、その人が作り出す商品そのものが進化する気持ちを信じてこの3年間過ごしてきました。我々自身がニュルという、やっぱりアウェイの世界に行って、全員が設計も実験も全ての人間が泊まり込んで合宿して、本当にアウェイの地で鍛え上げていく、こんなことで進化をする、進化をした、進化の証明の一つとして皆様にお届けしている車のニュルでのタイムの計測結果をお知らせする、こんなプロセスでこう進化をしてきました。目指したのは世界最高のマルチパフォーマンスの速さと意のままに操る快感。そして GTR チームはドイツニュルブルクリンクで走りを鍛え上げた。CD 値を 0.27 から 0.26 へと向上し、同時にダウンフォースも約 10% 向上した空力性能。40馬力以上のパワーアップを行いながら、燃費、環境性能も高めたエンジン、そしてボディ剛性、
サスペンションの動き、より台形化したフロントローターを採用したブレーキ、一新されたタイヤ、ホイールなど全身を磨き上げ、作りを鍛え上げた。2010年10月、ニュルブルクリンクにおける公開タイム計測当日の路面コンディションはウェット。残念ながら今回は公開タイム計測を断念せざるを得なかった。しかし実験メニューの中では一部ウェットの路面状態でさえ従来を上回る7分24秒というタイムを何度も記録したことを参考までにご報告しておく。進化したのは走りだけではない。新型 GTR はインテリアのクオリティにも磨きをかけた。ナビモニター周りのパッド形状やステッチのライン、リアルカーボン製のクラスターフィニッシャーなどきめ細かく質感を高めた。さらにシートは最高のホールド性とフィット感を目指してデザインを一新。乗った瞬間に分かる上質さを感じていただけるだろう。新型 GTR はマルチパフォーマンスを鍛え上げ、クオリティを磨き上げることで飛躍的な進化を果たした。しかしチームが目指した3年後の世界、ワールドオブ GTR とはそれだけにとどまるものではない。その一つが独自の洗練された速さをテーマに専用開発された走りを持ち、作る感動という全く新しいコンセプトを持った GTR の誕生である。お客様が自らの感性で合計20種類ものカラーコーディネートから選べるインテリアは、革技術の長い歴史と伝統を持つドイツの職人集団シートン・ミルハイム・エーディ・ルールに贈られ、最高品質のレザーと匠の技によって一台一台作り込み、これまでのどんな車でも味わえなかった感動をお届けする。日産GTR エゴイスト。月に20台ほどしか作れないこの GTR の名前には、お客様のどんなわがままをも叶えたいと願う GTR チームの特別なこだわりと思いが込められている。レース仕様のカーボンブレーキを持ち、走りにこだわるお客様に最高の喜びをお届けしてきた GTR スペック V は、さらなる走る感動を求めてそのパフォーマンスを飛躍的に進化。そしてサーキット走行専用車としてクラブトラックエディションが誕生。サーキットという舞台でこそ味わえる楽しさと新たなライフスタイルの提案が、走る感動の世界を大きく広げる。新型 GTR の誕生とともにもう一つ進化したものがある。それは認定中古車制度の大幅な改定など、中古車に対するさまざまな施策である。オーナーが今お乗りの GTR や認定中古車に新たな価値を創造することで、お客様に対するおもてなしの心を表現した。また武蔵村山市にあるカーミナル東京には、認定中古車の情報発信基地となるフラグシップショップも新たに開設する。
人の進化が生み出すマルチパフォーマンスの進化と感動。 GTR エゴイストが生み出す作る感動。スペック V とクラブトラックエディションが生み出す走る感動。そして中古車による価値の喜び。約束の3年後で見せたワールドオブ GTR はまだ始まったばかりである。この先 GTR は何を見せてくれるのか。次の進化にはどんな感動が待っているのか。ワールドオブ GTR。